本日も皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ今日予想バトルを行ってきましたが、武田さんいかがでした？いや実はね、うん、昨日夜しっかり勉強してきたんですけども、いやもういつもじゃないですか。だけども武田さんちょっと一つぐらい当たるかなと思ったんですけど、最後、うん、ちょっと 1,2,5 はね、うん、予想できなかったな。5は6も来てとかね、いろんなね、はい、次回リベンジします。頑張ります。そういうことですよね、はい、次回頑張ろうと思えるからね、はい、頑張ります。そこですよね。あかりいかがでした？いや本当に、うん、前回このね、はい、一緒に出させてもらった時に、はい、その時は1個当てられたりとか、ちょっとずつ成長してるぞ私と思って、うん、予想の楽しさを感じてたから、余計になんかいやもっと私いけたんじゃないかみたいな確かにね、だってリハーサル中もずっと勉強してたからね。いや本当にそう、ちょっとずつ ね見方とかが分かってきて楽しかったんですけど、ね、うまくいかなかったですね。いや我々も本当にそうですね、これだけやっていて、なんなら6連敗ですからね、うん、でも本当に言い訳じゃないけど今日のは難しいと思うなんか予想しやすいけど展開はちょっと読めなかった。そうなんですよ、いつもよりっていうぐらいのやつだから、もう仕方ないと思いましょう、うん、そのパネルなんかこれから生放送始まるみたいな、本当に ごめんなさいね。これですね、12個あるんですよ、シールが。そのね、敵中のヒットのシールが12個用意してくれたんですよ、ちょきちょき切ってもらってね、スタッフさんが ね外すのも難しいんじゃないこれ、はい、1枚も使わなかったっていうねやつ、ね、めっちゃ綺麗ですもん、うん、ね、なのでそれまた次回にね、だからいけますから、はい、レースだけ変えればいけますから、はい、またぜひお願いしますね、という感じですよ。ただもう本当に、うん、今日のレースも見ててあれですけど、もう六本木も暗くなるのが早くなってきてね、うん、ね、秋めいてきたなっていうのがあってね、はい、ちょっと九州の方と差を感じましたけど ね、本当にそれが秋らしくなってきたというか、うん、どうなんですかこの渡辺さん、秋っていうのは、はい、ボートレースでもこう変わってきたりはしますか？そうですね、やっぱり10月って一つのポイントだと思うんですよ、うん、まず何より気温が下がりますので、うん、モーターパワーが出やすくなるんですよね、なのでレース場によってはまくりが非常に増えたりとかもありますし、うん、逆にインが急激に強くなるレース場もあるんですよ、なので秋は本当気温を見ながらその決まり手とかはすごい見た方がいいと思います。そういうのもっと知りたいですそういうの大好き。本当に例えばじゃあ大村インが強いですって言うじゃないですか、うんうんうん、って言っても1日の中でも強い弱いがありますし、4つの季節でこの時は 50% だけどこの時は 70% とかあるんですよ。面白い。だからそれぐらい変わりますで秋は比較的強くなり始めてきます。そうなんだ、はい、なのでそれを覚えてた方がいいですね。レイさんにとってはどうですか、なんか変化？そうですね、10月はまず級別、はい、A 級とか B 級の級別の勝率の締め切りになりますので、はい、いわゆる勝負がけの季節ですよね。そうですね、ですのでだいたい A1 級が 6.20 ぐらいなんですよ、ボーダーが、うん、で A2 のボーダーが 5.45 とかなんですけど、うんうん、その近辺にいる人は積極的に狙った方がいいと思います。やっぱ誰だって上の階級に行きたいじゃないですか、うんはい、なのでギリギリに人はもう絶対的に狙った方がいいです。勝負がけです。やったろうっていう方を、そうですね、なんかどの方かなっていう。そうですね、あ本当賞金ランキングの方も、はいね、ちょっと気になってきますけれどもね。そうですね、もう選手の賞金レースはもう10月が佳境ですね、11月よりも10月が一番熱いと思ってますね、うんうんうん、今のちょっとランキング見ていきましょうかね、はい、みんなでこちらです。これ18位が島村選手なんですけど、これですね、ボーダー下、はい、注目はそこなんですよ、うん、なんといってもですね、昨年の賞金王グランプリ覇者の石野選手が23位、あれそしてですね、遠藤恵美選手も24位にいるんですよ。2度目のグランプリ出場ありますよ、遠藤選手は。ねえ、すごいね、十分考えられると思いますね。本当だ。そっか、まだまだ巻き返せる場所ですもんね。そうなんですよ、追い上げられてねえっていうところが。そして関選手は13位に浮上なんですよ。初のグランプリ出場が見えてきましたよね。本当だ、すごいね。松井選手もですね、この前津の G1 を優勝してですね、14位、うん、あの位置にいますので、久々4年ぶりとかになるのかな、グランプリ出場が見えてきてますし、
まあ、本当楽しみなメンバー多いですよね。だって峰選手が10位なんですよ、ね、もっと上にいても良さそうじゃないですか。確かに本当だよ。これからじゃね、この何ヶ月、もう1ヶ月、2ヶ月も本当に。はい、でまたまた変わりますからね。ボーダー下の人はやっぱ注目したいですね。上の人はですね、いかに守るかなんですけど、はい、もう下の選手は死に物狂いなんで、はい、もう島村選手がドキドキそうなんですよね、するでしょうね。あの本当に10万円差とかなんですよ。10万円あったら変わるぐらいの、ね、1着1本ですよ。10万円で SG で言うと、そっか、それで変わるんですよ。瓜生選手、西山選手もいますから、ね、だからボーダー近辺はもう日替わりと思っててもいいと思います。わかりました、注目してこう、毎日見てるだけでも楽しいですよね。そうなんですよ。だから森高選手とかですね、片岡選手の好調香川軍団もいますからね。はい、そういうところもちょっとね、あかりに注目してください。はい、楽しんでいきたいと思います。まあ、そんな秋ですけれども、どうですか、ゲストのお二人、秋といえばというところでは。秋はもうスポーツの秋ですね。おー、まあ、本当に今あの名古屋グランパス8特別コーチやってますけど、ルヴァンカップって準決勝残ってるんで、まあ昨日も試合見に行ったんですけど、名古屋昨日も勝ちましたし、やっぱそういう意味で決勝に行ってほしいなっていうのと、やっぱスポーツの秋と、あと僕京都が好きなんで、よく秋 の栄冠堂紅葉とか好きなんで、はい、秋の京都を行きながらサッカー見て、そして琵琶湖のボートレースを見て頑張るという。あら、いいですね、いい流れ。そういう感じで、ね、僕は、はい、楽しいですね。はい、あかりんはどうでしょう。私はね、銀杏です。銀杏好き。銀杏が好きなんですよ。美味しいよね。なんかね、ちょっといい居酒屋とか行くと、うん、なんか銀杏から銀杏の殻付き、うん、のやつが塩にいっぱいまみれてるやつらじゃないですか。言い方わかんないけど、わかる。塩の上にバーってね。あれがすっごい好きで、好き、焼き銀杏ね。そう、あれを焼酎でいきたいなみたいな。焼酎でいきたい。めっちゃ食べたいよね。秋をめっちゃつけてたあれが秋。普通の居酒屋にはありますよ。いや、ちょっとね、あの串刺しでもちょっと違うんですよ、私の中じゃ。殻、あの殻がいい。銀杏で焼酎で、いいじゃん、それね、紅葉見ながら ね、ぜひ家でもやってくださいよ。はい、ね、ボートレス応援しながらね。銀杏美味しいような秋だなって思うよね。はい、渡辺さんどうですか、秋といえば。僕、読書ですね。おー、あら、はい、もう本めちゃめちゃ読むんで。そうなんですね。はい、やっぱ増えますね。何系読まれるんですか。大体小説が多いんですけど、うん、でも最近はあのいわゆる自己啓発的な、うんうんうん、まあ、マネジメントの本とかですよ。社長に怒られるんで勉強しろって。マインドをね、持っていかないと、はい、そこに、ね、でも面白いですね。あのそれこそ優勝したソフトバンクホークスの国防選手がもう昔から自己啓発本とかすっごい読み漁ってたんですよ。うんうんうん、でその時にお会いした時にそれ教えていただいて読むようになったんですけど、うん、やっぱいろんな人の考え方があるんで面白いですよ。まあ、ただボートレースに役に立つかどうかは分かりません。でもなんかポジティブになれそう。ね、勝負強くなれたりとか、うん、まあ、いろんな考えがあるなっていうのはありますね。うん、面白いです。今日もだから別にもう気持ちを切り替えて。そうですね、メンタル別にやられてないの。あれやられてないの。やられてなかった。やられた方がいいんですけどね。本のおかげでございましたね。はい、いやでもね、やっぱり食べ物もサンマが出てきたりとか、はい、なんかそういうので秋感じますよね。美味しいですよね。美味しいような果物もね、たくさん、ぶどう、マスカット、梨とか出てくるから、もう毎日楽しいですね。伊沢さん食べてばっかりじゃないですか。食べてばっかり。やっぱ秋って一番好きかも、その食べ物の季節で言うと。栗もあるし、栗もあるし、そう、最高ですね。お魚もそうですね。ね、さあ、じゃあ秋が始まったばかりですけれども、皆さんね、また楽しんでいただきたいなと思います。はい、ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。この番組は1週間限定ボートキャストで見逃し配信中です。概要欄をチェックしてご覧ください。